今日はデッキを交換していこうと思います。でね、結構デッキサイズ何使ってますかとか、何のウィール使ってますかとか、トラックとかよく言われるんで、セットアップを紹介しながら作っていこうかなと思います。でまず今日、デッキを交換するだけなんだけど、いろいろ紹介 しながらやっていこうかなと思います。使ってるのはサンダートラック、サンダーのハイだっけな、これちょっと幅が広いやつ使ってて、デッキのサイズはだいたい8か 8.125 が多いかな。俺の足の実寸は24.5 か 24.5 で、普段 25.5 の靴を履いてます。じゃあばらけたのでデッキを作っていきます。最近ちょっとこのインペリアルっていう国産ブランドを使わせてもらって、それの 8.125 だね、このデッキを使わせてもらってるんだけど、このね、プレスのこのデッキって7枚の木をギュッグッてプレスしてるんだけど、間にね竹、バンブーが入ってて、バンブーが入ってるとね、弾きが結構いいデッキになるんで、そう、これ、結構好きだね。で、このインペリアル、浅いのと深い、こう、コンケーブが浅いと深いってあって、僕は浅いの使ってて、結構調子いいね。全然、癖がなくて、すごい乗りやすい形をしたデッキだね。とインペリアルの 8.15 のデッキに、今回ね初めて使うんだけど、シェイクジャントのグリップテープを貼っていきます。どう貼ろうかな。これあんまりね、このテールにロゴがあるのってあんま好きじゃないんで、どうにかしてノーズに持ってこっかな。ロゴいらないんだけどね。なんで今回シェイクジャントかっていうと、理由はただ一つ、これしかなかったからです。普段はね、なんだろう、モブグリップ使ったり、あとグリズリーも多いな、意外と荒くて好きなんだよね。またね、友達がいたりとかもするし、あとはモブ使ったり、ジェスアップ使ったり、ほんと何でも使うね。でもシェイクジャント今回が初めてだね。普段ね、これやんないんだ、実はグエーって書くやつやるときもやったりやんなかったり、そん時の気分なんだけど、最近8使ったり 8.125 使ったりしてて、でね、インスタで質問が来て、何使ってますかって、8にしようと思ってるんですけどもいう話で来たんだよね。でその時に、俺は8か 8.125 を使ってますねっていう話をしたら、どういう時に使い分けてますかって言われたんだけど、別に特に使い分けはしてなくて、その時にあったデッキって感じでやってて、ただトラックのねサイズがあるから、8か 8.125 を僕は使ってるって感じですね。
見るとわかるんだけど、俺ビス3点で止めることが多くて、3点ビス合計6本、普通4本4本で8本だと思うんだけど6本が多くて、もう結構長い間だね。まあ、たまに4本4、4にして8本ちゃんと使う時もあったりなんだけど、6本にしてる理由も本当なんもなくて、軽いからとかね、いう人もいたりするらしいけど、ビス1本じゃ分かんないでしょ。理由は特にない。ただ付け替えるのに2本少なくなるから、その分楽になる。はい、デッキ完成でね、こっから俺ステッカー貼るんだけど、ステッカーの貼り方はね、特にこだわりはないね。しました。こんな感じで。でね、俺さっきこれ言わせたんだけど、ウィルがね、ボンズの STF の 99A 使ってます。サイズが確か51だっけな、51か2か、まあその辺のやつ使ってます。でね、ベアリングがブロンソンのローっていう、シールドがね元から外れてるやつを使用してます。ブッシュはボーンズのハードコアブッシュ、今はミディアム使ってる。僕のセットアップはそんな感じですかね。で、あと靴、これいつもだいたい靴変えるのデッキと一緒ぐらいのタイミングなんだけど、これ今カリスのバルカ変えようかなと思って、まあ普通のってかこのまんまだとインソール、ノーマルのこれはこういう94って入ってる、これが標準のねインソールなんだけど、僕は普段これをリマインドインソール、これを入れてやってます。これね、めっちゃ俺調子よくて、僕の行ってる整体、西大整骨院って板橋にある地元の整体があって、そこの先生がね、やっと本人的に安くて調子のいいインソール見つけたって言ってて、このかかと部分がね結構ホールドしてくれるから、ちゃんと足の位置を直してくれるらしくて、ここがずれないっていうのは結構大事らしいです。でね、ちゃんとスケーターとかスノーボーダーとかね、だから結構いるブランドで、グラフィックもおしゃれだし、使ってるんですよ。たまたまね外人も知り合いっていう、そんな感じです。なんでね、まあ人それぞれ好みがあるんで、僕のセットアップはこんな感じだけど、あなたのセットアップはどうですかみたいな感じで、調子いいのを見つけてみてください。はい。